こちらは神奈川県住宅供給公社が事業主の自立型介護付き有料老人ホームヴィンテージヴィラ相模原です。ヴィンテージヴィラ相模原は JR 横浜線小田急線町田駅から徒歩5分という好立地にあります。町田駅の北口側はデパート、量販店、専門店などが立ち並ぶ巨大な商業タウン。お買い物やご友人とのお出かけに大変便利です。ヴィンテージヴィラ相模原がある南口側は一転して閑静な住宅街です。近くの緑豊かな芹ヶ谷公園には世界でも数少ない版画を中心とする国際版画美術館があります。町田市民ホールでは年間を通してコンサートをはじめ文化イベントが開催されています。それでは館内をご紹介いたします。ヴィンテージヴィラ相模原は倉庫数116個、現在130名の方にお暮らしいただいています。庭に面したエントランスホールは開放感があり、ご入居者のくつろぎのスペースになっています。ロビーではご入居者同士の交流と健康増進につながるラジオ体操なども行われています。エントランスを抜けるとフロントがございます。フロントでは外出・お帰りの際の鍵の受け渡しのほか、ご入居者の総合的な受付として交代制で24時間スタッフが常駐していますので、夜間であってもお気軽にご相談いただけます。普段の生活の中でちょっと気になったこと、普段だったらご家族にお話ができることも、たわいもないお話から、実はこういう悩みがあるんだと、そういう話がいただけることがあります。常に話しやすい立ち位置ではいたいと思っておりまして、いろいろな相談ができるように心がけています。こちらはダイニングルームです。ダイニングルームは中庭に面し、広く明るく開放的なスペースです。すべてのメニューは専属の栄養士が栄養バランスや季節感を大切に作成し、調理師が出来立てでご用意いたします。また朝昼夕と予約不要となっており、ご入居者はその日の気分でお気軽にお越しになっていただけます。お客様がダイニングの方に来られて注文されたものを配膳と下膳と、あとは普段から見守りっていうのが主な仕事になっています。個人個々に飲み込みの力だったり、噛むスピード、歩くスピード、食べるものの大きさっていうものに関しても違いますので、細かくみんなで見守っているというところが気をつけているところです。ヴィンテージヴィラ相模原では館内にて様々なアクティビティをご用意しております。いつまでも元気な体づくりを目指す椅子体操教室や椅子で筋力アップなどの運動指導士による体操プログラムが週に3回実施されています。また希望制にて担当トレーナーと1対1の個別指導も行っております。様々なサークル活動も行われており、カラオケ同好会や麻雀などご入居者同士の交流の場ともなっています。趣味の活動の発表の場として文化祭などもご用意しております。お一人で静かに読書をするのが趣味な方には、本や CD などを揃えた図書室もご利用いただけます。次にご入居者の皆さんの憩いの場、大浴室をご紹介いたします。
大浴室はジャグジーも備えており、毎日の疲れを癒し、ゆったりとおくつろぎいただけます。ここで居室をご紹介します。神奈川県住宅供給公社の70年を超えるノウハウと、ご入居者の暮らし方やご意見を取り入れた安全かつ快適な住空間となっております。こちらは寝室とリビングを使い分けていただける二間タイプです。キッチンにはお料理を楽しんでいただけるよう IH ヒーターを設置、また衣類や思い出の品などもたっぷり収納できる豊富な収納スペース、冬場の寒い時期に足元から部屋を温める床暖房など、住まいの快適性を高めています。安全性については、居室内での転倒事故防止に配慮した段差のないバリアフリー設計、ドレッシングルームには12時間以上動きを感知しないと自動で事務室に通報が行く生活リズムセンサーのほか、各所に緊急用押しボタンを設置、また万が一の火災に備えて全ての居室にスプリンクラーを設置しています。こちらはケアセンターです。居室での生活が難しくなられた場合には、ケアセンター内にございます一時静養室にて24時間ケアスタッフがいる環境の中でご静養いただくことができます。また協力医療機関と連携し、医師との健康相談も行っているため、体調のことで気になることがあればお気軽にご相談いただけます。体調が急に悪くなる方もいらっしゃいますので、体調不良の訴えがある方はケアセンターに来ていただいて、その状態を観察したり、あと緊急受診が必要な場合にはスタッフが付き添って受診付き添い行っております。笑顔、挨拶、思いやりをモットーに、お一人お一人に寄り添って温かいお声かけ、あとそうですね、支援につながるように日々努力しています。ヴィンテージヴィラ相模原は平成10年にヴィンテージヴィラシリーズの4つ目の施設として、こちら相模原市に生まれました。約そこから20年以上経過し、現在130名のご入居者に支えられて運営をしております。その中でスタッフについては、ご入居者がご高齢者ということもあり、常に目配り気配り、こちらを大事に皆スタッフに私の方からお願いをしております。この目配り気配りは、ご高齢者のみならず一緒に働くスタッフ、または支えてくれている地域の方々に対しても、常に自分たちの施設だけではなく、またスタッフだけの目線でもなく、常に相手の立場になって考え、そして一緒に共にこのヴィンテージヴィラ相模原で暮らすというところを大事にしている基本であると私は考えます。必ずやこちら私たちと一緒にここで暮らすということをスタッフ一同お待ち申し上げたいと思っております。都市の利便性と自然が隣に、日々の安らぎが両立したシニアの方のこれからの暮らし、ヴィンテージヴィラ相模原、あなたらしくお過ごしいただけます。ぜひご検討ください。